瀬川、石狩川と合流をしているということです。で、こちら左右が千歳川です。鮭の上ってくる川ということになっています。こちらから左右の方には石狩平野ですね。あと左手の方に、参りましたら町村派の会頭の国会議員の町村信孝さんの家があります。はい、皆さんは町村自民党の議員さんなので時々テレビで見たことがあるという方おいでになるかもしれませんが、地元の人は町村さん国会議員というよりはどちらかというとご実家の町村牧場のソフトクリームとかの方が有名かな。はい、自衛隊の方の票を持ってるから、庭や千歳の方では票入って強いんですけどね、地元ではあんまり応援する方ちょっと少ないんでね、小さな町のお祭りにでも町村さん必ず顔出しますね。この左に行くとその町村さんの実家の牧場と町村さんのお家がありますよということですね。お父さんが町村金吾さんの知事だった方ですよね。の方は山の斜面の木が切り払われてご覧いただけると思います。かつての三井グリーンランドだったところ、あの上に三井グリーンランドのホテルもあったんですけどね、今は北海道グリーンランドということで、遊園地とあとスキー場がありますと紹介をしています。根室の方へ通じていますと紹介をさせていただいております。